はい、こんにちは。映画大好き VTuber のフリスビーです。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今回も心に残る映画を紹介していきます。はい、今回紹介する映画はセルラーという映画ですね。2004年の映画です。監督はデビッド・ R ・エリス。主演はキム・ベイシンガーとクリス・エヴァンスとなっています。このタイトルのセルラーっていうのはですね、携帯電話のことですね。まあ日本でもね、昔通貨セルラーなんていう携帯電話会社あったみたいなんですけれども、セルラーっていうのは携帯電話のことです。で、どんな映画かと言いますと、誘拐された、女性教師がですね、偶然見知らぬ誰かにつながった携帯電話を命綱にですね、助かろうとする恐怖の一日を描いたサスペンスになってますね。どんな映画かと言いますと、高校の科学の教師でありますジェシカ、こちらキム・ベイシンガーが演じてるんですけれども、ジェシカは、まあ、愛する夫と息子と共にですね、幸せな暮らしを送っていたんですけれども、ある日ですね、突然見知らぬ男たちが侵入してきまして、ジェシカを車で連れ去ってしまいまして誘拐してしまうんですね。で、どこかの家の屋根裏に監禁してしまいます。で、普通だとここで、まあ、恐怖でパニックになってしまうんですけれども、ジェシカはですね、まあ、科学の教師ということもあって、こう必死でですね、知恵を巡らせて、壊れた電話機のですね、ワイヤーを接触させて、こうダイヤル信号を発生させるんですね。これすごいんですけれども。で、それで電話をかけて、それが奇跡的に繋がって、いるんですよね。で、その繋がった先が、クリス・エヴァンス演じるライアンっていう青年の携帯電話だったっていうお話ですね。で、ここからジェシカとライアンの恐怖の一日が始まります。誘拐した男たちが狙うあるものとは一体何なのかっていうね、そういうサスペンスになってますね。とにかくこの映画の見どころは、この携帯電話ですね。この一回繋がった携帯電話が切れたらもう終わりっていうことで、まあ、途中ね、電波が弱くなっちゃったりとか、まあ、バッテリーが切れそうになったりとかっていうね、まあ、携帯電話にありがちな危機に直面しながらも、こうジェットコースターのように展開していく、まあ、アクションと、あとコメディ要素もかなりありまして、そういうのはね、いっぱい詰まった濃い内容はですね、とても素晴らしいと思いましたね。あとは見どころは、こう、携帯電話っていうね、文明の利器を巧みに使いこなすライアンと、あとは、誘拐犯たちはですね、まあ、銃と暴力で迫ってくるんで、その対比もね、なかなかに見どころだと思います。ね、この誘拐犯のリーダー役が、ジェイソン・ステイサムなんですよね。まあ、そこもまたポイントですよね。で、これ2004年の映画なので、携帯電話って言っても、まあ、いわゆるガラケーなので、その辺のね、時代を感じるのも、ちょっとの見方かなというふうに思います。で、この映画を見て感じた教訓は、もう人を見た目で判断するなっていうことですよね。これはね、もう見てもらえれば、皆さん分かっていただけると思うんですけれども、ね、この映画95分っていうね、割と短い時間にぎっしり詰め込まれた、一気に見てしまうほど必死なね、良作サスペンスなので、ぜひね、ご覧になってみてください。今ですね、Netflix と Unext かな、こちらで今配信中ですね。はい。というわけで、今回はセルラーを紹介しました。こちらでは定期的にね、映画の紹介動画をアップしていますので、ご意見やご感想、チャンネル登録、
Twitter のフォローなんかしていただけるととても嬉しいです。Twitter の方は、この動画の説明文やチャンネルの概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらもね、ぜひチェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。